はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日はパンダ走行速化するライブラリポラーズというものについてお伝えしていきたいと思います。こちらのライブラリなんですが、裏側がですね、ラストという言語で実装されたライブラリになっていて、非常に高速に動作するというような特徴を持っています。ほとんどパンダスと同じようなですね、使い方になっていますが、大規模データセットでより高速に動作するということで注目が集まっているライブラリになります。ということで本日はパンダスとこちらのコラーズですね、それぞれをどれぐらい差があるのかを比較検証してみたいと思います。続いて導入方法ですが、一応 Python の 3.7 以上が必要だということですね。インストール方法としては pip インストールコラーズ、これだけでインストールすることができます。ただ Google コラボは導入済みなので特にインストール必要がないということになっています。今こちらの画面は Google コラボでやってますが、特に最初から入っているのでそのまま高速なポラーズを使えるということになります。はい、それではですね、大容量データを用意してやっていきたいと思います。パンダスポラーズともにですね、同様のデータを使用するため、ランダム値で1000万行を用意するという形でやっていきたいと思います。はい、ライブラリのインポートとしては、NumPy とパンダスポラーズ PyM というものでやります。サンプルデータは非常に簡単で、何かしらのですね、人っぽい属性値、人の特徴みたいなデータ群をランダムで抽出して、1000万行を作るというような簡単なデータになっています。でこのデータというのを、データフレームに取り込んで、データを作るという形になります。でパンダスでデータを作ってそのまま CSV に保存しました。はい、こんな感じで、データセット CSV というのを作りましたので、こちらを読み込んでいってあげるということになりますが、まずは、パンダスのデータですね、1000万行、8列のデータがあるよという感じです。データとしてはこんな感じですね、ID、ネーム、ジェンダー、プリフェクチャー、ファイバリットフード、エイジ、サラリー、デイト、こんな簡単なデータを用意しました。ランダム値なんで、重複しているところもあるかもしれませんが、こんな感じのデータですね。ではポラーズでデータを用意したいと思いますが、ポラーズの方は、リード CSV というですね、全く同名の関数がありますので、そちらを使ってデータを読むことができます。先ほどは DF という変数で読み込んだので、今度は DF2 という変数にポラーズのデータとして用意したいと思います。先ほど、パンダスで作ったデータと、同じデータですが、一応ポラーズだとですね、データの表示がちょっとパンダスと変わる形になります。データ型がちょっとカラムのところについてくるような感じと、あとはインデックスがないんですね。先ほどは、パンダスの方には、0から始まるインデックス、行番号というものがついてたりするんですが、ポラーズはこの行番号がなかったりするので、この行番号を使っての操作みたいなところの厄介な部分は、ちょっと解消されているというような感じになるかなとは思います。続いてパンダスとポラーズの計算比較ですね。1カラムをフィルタリングしてグループバイ集計を行うというコードを用意しました。パンダスだとこんな感じですね、DF のエイジカラムが30より大きい、そして、ジェンダーでグループバイをして、サラリーというカラム、こちらを、サム合計値を求めるというものです。ではこいつを使ってですね、何秒ぐらいかかるのかというのをやってみたいと思います。タイムでですね、スタートエンドを計測して、差を秒数で求めるという、簡単なコードですが、一応集計はですね、結果3行、性別ごとのサラリーの合計値という形で出力することにはなりますが、だいたい 3.24 秒という形で時間がかかりました。これがパンダスの結果ですね。では、
ポラーズの方に行きたいと思いますが、まあ、同様の結果が出る形にはなりますけれども、はい、1.849 秒になったので、まあ、1000万行の集計ですが、パンダスが 3.2 秒ぐらい、まあ、3秒ぐらいですかね。で、ポラーズの方が、まあ、1.84 なんで、まあ、2秒弱という形になりました。計算結果が同じになっているはずなので、まあ、見てみると、まあ、同じだとは思いますが、計算の時間自体は、まあ、3分の2ぐらいですかね、にはなるというような結果が出たんじゃないかなと思います。もうちょっと複雑な条件でやっていきたいと思います。今度は4カラムでの条件指定ですね。先ほどのエイジに加えて、ジェンダーがメール、プリフェクチャーが東京、フェイバリットフードが寿司の条件でサラリーの平均値、これを求めるというようなコードになりました。はい、パンダスだと条件に、まあ、データフレームの名前とカラム名を書くみたいな形でこんなコードになります。はい、ではこいつで時間を計測してみるとどんぐらいかかるでしょうか。はい、結果が、アベレージサラリーということで、95万980なんですね。で、経過時間が 2.37 秒となりました。では、同じような、計算をポラーズの方でですねやると、条件としてはこんな形の書き方になりますね。はい、パンダスと違って、まあ、カラムだけを指定するような形になるので、まあ、長いデータフレーム名とかが来てもですね、結構、まあ、スマートに書けるよということにはなろうかなと思います。はい、ということで、まあ、こいつを実行して計算時間を始めてみると、0.4 秒になりましたね。はい、1000万行の計算が 0.4 秒で済みました。はい、先ほどのパンダスのコードだと 2.37、まあ、大体 2.4 秒ぐらいかかってるんで、6倍ぐらい早くなりましたかね。はい、ということで、まあ、1000万行でこのぐらいの差があるので、数億行とかですね、数十億行とかそういう集計をする際には、すごい差が出そうですよね。ということでまとめになりますが、1億行ぐらいだとパンダスに比べて、まあ、5倍ぐらい早くなるよということらしいです。まあ、1000万行でも条件が複雑になればなるほど、まあ、差が出ていたと思いますので、かなり有効なライブラリだなと思います。特に巨大なデータを扱う業界さんですね、金融データとか、まあ、そういうところのデータ分析している方には結構有効なライブラリになってくると思います。それ以外にもですね、データの加工とか前処理もパンダスではですね、結構冗長で、無駄な書き方をしなければいけなかった部分が、結構簡易に書けたりとか、アプライというですね、データ加工用の関数があったりするんですが、パンダスのアプライはめちゃめちゃ遅いので、ちょっと困っていたんですけれども、それをですね、高速に書けるというのもあったりしますので、いろいろな部分でですね、パンダスの遅かったところが解消されるということで、まあ、非常にパンダスの互換性としては上位互換のいいライブラリが出てきたなということで、かなり喜んでおるところです。まあ、パンダスもですね、だいぶ古いライブラリなので、やはりまあ新しいライブラリですね、に乗り換えるという時が来たんだなと思う次第でございます。本日はパンダスの上位互換であるポラーズというライブラリについてお伝えしました。本日はここまでです。それでは。